ヤシミ・エントス・ペトロリフェロス・フィスカレスはアルゼンチンの国有石油会社。1922年にイポリト・イリゴージェン大統領のもとに設立された。ユーフは垂直統合された国有企業として設立された初の石油会社であった。ユーフの初代社長はエンリケ・モスコーニが務めた。モスコーニは経済ナショナリズムを唱え、ラテンアメリカ各国の経済的自立を支援し、 イリゴージェン大統領の任期中の1928年に石油資源の国有化を始めた。しかしながら国有化は1930年の補正、フェリックス・ウリブルによる軍事クーデターのため達成されなかった。ユーフは1993年にカルロス・メネム大統領のもとに民営化される。1999年にはスペインの石油企業であるレプソルによって買収され、 レプソルユーフとなった。2012年、クリスティーナ・フェルナンデス・デキルチネル大統領は、ユーフを再国有化した。メルバルシス構成銘柄。中、指定ない限り3年間の平均値。1995年以降のデータは、海外のマキサスユニットを含む。為替レートは IMF から、ユーフの9ロゴユーフ。ありがとうございます。